さあではエリア決勝参りましょう。これを勝った方が攻撃出場権獲得。さあワンキーが勝負が諦めて6チームの輪から、さあリーグ戦を経て勝ち抜いてきましたのはモンテゼロスリーチーム。さあそして通知がウルフラニーの予選を参加しに行っただけの代表を取った。さあ俺のパリ全逆付きチームよって、これが予選で最初の試合です。このチームさあ最初にして勝てば攻撃。さあ何でしょうこの差は。さあそして今日はスターダスト代表が今日は決勝の模様なので、これを1試合どんどんやります。まずはバッターサーカーの運転だが、一応の選手ここの上にイエス系が重ねから、まずは一本取り返す。ワンストムーブって言うと間違いなく俺のバリー全キャッチチームの方が上でしょう。まずはバーボーの時間。さあバーボーの方が出てきた。さあこれは今まで見たことがないから、さあバーボーはこの手が当たりそうだったか。さあまさかこの人のために仕上げてきたんですよ、こっそりと。さあ京都に続いてさらに仕上げる場所はあるとかという話なんですが、これしかやっていないからぐらいの勢いだわ。